郎さん、テリーさん、おはようございます。かしゆかです。あーちゃんです。どっちです？3人合わせて Perfume です。先月新曲ねえをリリースした Perfume、 今年ハッピーだったことは、東京ドームライブもできまして、皆さんのおかげで実現できたので、11月3日とってもハッピーでしたね。先月結成10周年を記念し、5万人を動員して初の東京ドーム公演を行った Perfume。 さらに今年3回目の紅白出場でハッピーな3人からは、私たちからはじゃん、今年一番ハッピーだったことにも挙げさせてもらいましたが、東京ドーム公演のパンフレットを、プレゼントしたいと思います。はい、Perfume からはサイン入りツアーパンフレットとオリジナルトートバッグをいただきました。ありがとうございます。続いては、この日は5カ所でライブが行われ、会場は興奮に包まれていました。はい、カウントダウンジャパンは今年で9年目を、ね、迎えるということで、もこの話題が入ってくると年末だなという感じしますね。あと3日間楽しんでください、行かれる方。さあ続いて話題の映画に、この日は5カ所でライブが行われ、会場は興奮に包まれていました。4日間でアーティストが162組も出演するっていうのはやっぱりすごいですよね。すごいですね。そしてお客さんの人数もすごいですよね。そうですね、会場は3万人を収容できるアースステージをメインに。続いては年末恒例カウントダウンライブ、早くもスタート。4日間で162組のアーティストが出演する毎年恒例の年越しロックフェスティバル、カウントダウンジャパンがいよいよ開幕。初日の昨日は奥田民生さん、スーパーフライダーが会場を盛り上げました。今年で8回目となるこのフェスティバル、今後も個性豊かなアーティストが登場し、2010年を熱いライブで締めくくります。